水分かなり多いですから、水分持ってますから、あのお手袋させてもらいます。これ手切りますので、見てるところに昔のお手袋必ずします。この時に 2枚目にね、この厚さはね、大体 2.5 ミリか3ミリ弱です。こういうふうに均等になっているか、こういうふうに見るんですね。それでその時にちょっとあの厚さが違うと思ったら、これ私はピンと読みますけどね、これを叩いて調整するんです。上を叩くか下を叩くかでちょっとこう変わりますからね。それとこれを持った時に手が左右前後にあんまり力が入る、真ん中に入る、この真ん中でね、こうするんですね。あとこう巻いてやってますけど、力をこの真ん中に入れます。こういう、この下の手を見てもらったら、これ全部指で、こういう元の形、これずれますけどね、これちょっと押さえてやれば元の形、これを手をね、するだけこう、こういうふうに、こういうふうに左右にならないように、まっすぐに落としたり、今のように綺麗に受けられるわけですね、手がこういう。これをこういうふうにして、こういうふうにすると、これがずれてまっすぐにならない。こういうふうに、たまにはこう、俺のことになります。これ失敗です。すぐ YouTube 今のカットしといて。これもあまり先行くと余分な能力を使いますから、できるだけこう歯の行き過ぎないところにね、やるんですけども、たまに中途半端に失敗するときもあります。これちょっと伸ばしていきます。おお、これをまあ伸ばす過程ですね。大体3センチから3センチ前後です。